皆さんこんにちは、ターバルチャンネルのナビです。タラです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、薬剤散布の方を行っていきたいなというふうに思っております。4月はね、我が家3回薬剤散布のね行う予定でおります。今日はね、今月2回目のね薬剤散布になります。ローテーション散布ではね、今日はですねパターン D になりますね。お薬の方もね紹介していきたいなというふうに思っております。今ねこのナビちゃんがねいるところはこちらですね。こちらはですねサブガーデンになりますね。今こういった感じでね建設中という感じでね、モルタルがね少し流してありますね。でね、周りにねレンガがねまだね固めてないですけどね、並べている状態でね、鉢バラもね少し置いてあるんですけどね、もうほぼねこちらはロサオリエンティスね品種が置いてありますね。こちらのね品種はサブガーデンの方にね植えていきたいなという感じでね、もう環境をね慣らすためにね、こちらの西側のサブガーデンの方にねこちらの品種は置いてあるという感じですね。それでね、お薬の説明してからね薬剤散布の方も行っていきたいなというふうに思います。はい、それではねお薬の方を見ていきましょう。今日はですねパターン D になりますね。私が主にねこのパターン D が一番ね強力じゃないかなというふうに思いますね。殺虫剤にしても殺菌剤にしてもね、非常によく効くお薬じゃないかなというふうに思いますけどね。まずこちらですね、毎回使っております粘着剤のねアビオン E になりますね。でこちら殺虫剤のねアファーム乳剤ですね。殺虫剤の中はねこちらのアファームが非常によく効くお薬でね、困った時のアファームと、もう本当にね虫がたくさん出てしまってね、困ったって時はねこちらのアファーム非常にね役に立ちます。昨年のね秋、ヨトウムシにね我が家大量にねやられましたけど、もうこちらのねアファームでですねほとんど死滅というぐらいね非常によく効くお薬、優秀だなというふうに思いますね。で隣ねこちら自慢大戦殺菌剤になりますね。こちらの自慢大戦も非常によく効くねお薬ですね。まあ非常にねよく効くお薬なんですけど、まあ、葉っぱにね、跡がね残ると、我が家ね動画の方見てもらうとね葉っぱの方がね白くなったりしてるんですけどね、そちらねこちらの自慢大戦のねお薬がねまだ葉っぱに付着して残ってるという感じになりますね。それだけ効果のあるお薬ということですかね。非常によく効くこちらのね自慢大戦もおすすめできるかなというふうに思います。それではね、早速薬剤散布の方を行っていきたいと思います。はい、それではね、薬剤散布を行っていきます。まずこちらね、ロサオリエンティスのシャリマーですね。もう薬剤散布のね、する必要があるのかなというふうに思いますけどね。まあ、一応全品種ね、薬剤散布の方はね、行うようにしております。で必ずね、薬剤散布をするときは、肌のね、露出を少なくして自分にね、かからないようにするというね、ルールがありますね。まあ当たり前ですけどね。まずね、葉っぱの裏にね、7割ですね。菌はね葉っぱの裏からね侵入するんで、葉っぱの裏に7割という感じですね。でね、中の方をね混み合ったところはね病気の方がね発生しやすいんで入念にという感じですね。で表側にね3割、上からねふわーっとねふわふわーっとかけてあげる感じでね、まあ、なるべくね薬剤散布を行う時はね風の弱い日にね風上からね散布するようにねした方がいいですね。風下からね散布すると自分にねかかってしまうんでね、なるべく風上からね風の弱い日に散布ということですね。葉っぱの裏に7割シャーッとね。こちらねロサオリエンティスリューシオールですね。大つぼみもついてねもう少しで開花という感じですね。こういった混み合ったところはねノズルをブスッと刺してですね、中の方をシューッとねやってあげるといいですね。で、上からね、3割ふわーっとね。で、バラゾウムシはね、つぼみ狙ってくるんでね、つぼみはね、入念にかけてあげるといいですね。シューッとね、シューシューッと。まあ、アファームかけてるんでね、よっぽどもう大丈夫だと思いますけどね。もうすぐ春バラ開花という時期にね、虫にやられるわけにいかないんでね。はい、こちらもね、ロサオリエンティス、シャドウオムザムーンですね。青バラですね。もうつぼみの方もね、ついて、シャーってね、もう病害虫にね、やられるわけにいかないんでね、もうラストスパートという感じでね、シュー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 と、葉っぱの裏に7割、で、上からね、わーっと3割ね、つぼみを中心にかけてあげる感じでね、シャーってね、うん、これでね、OK ですね。はい、薬剤散布のね、無事に終わりましたね。タンさん、お疲れ様でした。今日はですね、4リットルの噴霧器を使ってね、6回ですね、4×6=24リットルと。
いったね、散布になりました。以前ね、4リットルの噴霧器じゃね、ちっちゃいから大きいのをね、買おうかなということを言ってましたけどね、まあ、なんせ4リットルの噴霧器がね、元気でまだまだ全然使えるんですよね。でね、今まで大事に使ってきたんでね、まあ、ちょっと愛着があってですね、買い替えるのがなーっていう感じでね、今年も4リットルでね、なんとか頑張っていきたいかなというふうにね、タワさんと決めました。なんでね、お薬の方何度も作らないといけないですけどね、まあ、その分ね、早起きして薬剤散布の方頑張っていきたいかなというふうに思っております。もうね、春バラ、もう間近という感じなんでね、もう病害虫にやられるわけには絶対にいかないんでね、必ず死守してですね、春バラバシバシッと咲かせていきたいなというふうに思っております。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。